この食という字ですね、これ分けると人良いと、人に良いということだってことなんですね。ですから、どんなに美味しいものでも人の体に良くないものっていうのはやっぱ食育としては私はどうなのかなって今ちょっと思い始めてまして、で栄養士さんと相談してメニューをどんどん今見直してます。白砂糖は使いません。これはもうかなり 3,4 年前からもう調理場からも白砂糖を撤去してですね、てんさい糖にしてます。まあ、白砂糖いいんですけど、全部こう栄養分を削ぎ落としてあります。食物繊維とかミネラルとか削ぎ落としちゃってですね、栄養が足りないんですね。ですから、多少、てんさい糖でも完璧ではありませんが、食物繊維もミネラルもくっついてるてんさい糖ですとか、でさらにってありますが、高級本みりん、これをアルコール飛ばしてでこう甘みにできる、でそうやって煮物とかマイルドな甘さでやっぱり子どもの舌をこう育てていきたいと思っているので、そういったものを進めてます。でおやつもですね、ケーキもてんさい糖でやってます。で油は1回で捨ててます。今ちょっと聞いたら保護者の方でしたかね、レストラン、フランス料理のレストランのシェフをやってるって方が見学来られた時に、油ですね、皆さんご存知かもしれませんが、一流の天ぷら屋と二流の天ぷら屋の違いって教えてくれたんですよ。一流の天ぷら屋は油がいいと、しかも1回しか使わないと。1回使ったやつをあの油の卸がいるらしいんです。それを買い取って二流の天ぷら屋に卸すって言うんです。で二流の天ぷら屋はそれ使って散々使って、今度は町の洋食屋さんに卸すって言うんですね。だって油って使い回しなんだって言うんです。で外食って怖いなと思ったんですけど、でうちの園はどうなのって聞いたら、2回使ってますって言ったから、もう1回で捨ててくださいって言って、でできるだけ食物繊維は多くと、今日の一つのテーマになってます。サラダはエキストラバージンオリーブオイル、やっぱこれ今オリーブオイルいいと言われてますので、これを使ってます。ハム、ベーコン、ソーセージ、これ子どもたち大好きですね。大好きなんですが、やっぱり亜硝酸ナトリウム、色をつける亜硝酸ナトリウムが、これは WHO がはっきりとがん発がん作用があるところで言われてますので、私はもうダメって言ったんですけど、やっぱこういったできたら体にいいものを子どもに与えたいと思ってるんですね。ね、玄米とこれをここからちょっとね、皆さんへの提案なんですけど、子育て支援室がもう今整ってご飯を作り始めてるんですね。そこで研究しました、おいしい玄米炊き方。ぜひお父さんに食べてもらって、あ、玄米ってこんなおいしいんだと。これね、初めガスでやってたんですよ、圧力釜でガスで。でなんかミルキークイーンを2割混ぜるとうまいって聞いて、お店でいろいろ食べ歩いたんです。でやってたんですけど、なんてことはないです。クック名人とかいうね、なんか玄米用の釜があるんです。それで炊いたらね、もうそれだけでうまい圧力釜いらない、本当に。でしかも皆さん、これね、発芽させてます。発芽させるとアブシジンとかフィチン酸っていう毒がねなくなるって言われてます。もちろん発芽も自動でオール自動でやってくれますし、これ寝かせるわけですね、保温器で3日寝かせるといいって言うんです。で確かにお店で食べて3日目から出してますって言うんですよ。でこれも実験したんです、皆さん。4日目、5日目、6日目、7日目、ね、これ私の責任を持って言います。4日目から味が深くなります、ガゼン。これご家庭ではできませんね。うちもかみさん、これ釜買って同じ釜買ってやってますけど、やっぱり炊けると食べちゃうんです、すぐ我々ねうまいうまいって。で4日目だとなくなっちゃう。でもね、あそこだからね、そういうのできるんじゃないかなと思って、日によってね浅い玄米になっちゃうこともあるかもしれませんが、できたらね4日目以降の濃いやつをね、皆さんにちょっとね味わっていただきたい。でもクック名人で炊くとね、炊きたてもうまいです。その釜も紹介してます。別にマージンもらってませんが、去年の年長のね親御さんにこう案内したら、あ、買おうとかね、4万9800円、そんなに